今日は中小企業総合店に来てます。まあ、たくさんの企業出店しているんですが、中でも私の一押しのトレタマがこちらなんです。これ一体どういうものかと言いますと、ちょっとよく見ていてください。こんな風にですね、必要な分の面積だけが開く自動ドアだったんです。面白いね。これご覧のようにですね、ドアが細分化されていまして、通過するものの形に応じてこんな風に開くわけなんです。なんか不思議な感覚ですよね。反応も早いですよね。結構早かったですね。で、仕組みはと言いますと、ここの黒い部分に赤外線のセンサーがついていて、それが反応したところだけこんな風に順次開いていくというわけなんです。面白いですよね。開き方これ必要な分しか開かないので、例えばこの段ボールですとこんな風に開くわけです。室温を保っておきたい場所とか、ホコリが入ってほしくない場所には非常に適してますよね。うわ、そう、今大浜さんメリットはっておっしゃったんですけど、これ冷凍室なんかは一度上がるだけでもそれ戻すのに非常にコストかかりますから、やっぱりできるだけ外部との接触面積を少なくしたいっていう需要はありそうですよね。なるほどね。病院がいいかもね。そうですね。お腹ここ詰まっちゃいましたね。なんかここ開かないんだなと。これまだ試作の段階だから。そう、開くことは開くんですけどね。我々中小企業としては今不況でね、もうどん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 大変になってるところ、まあいろんな人とね、みんな会って、まあ何かいいものないかなと、できないかなっていう時にこういうものが発想が出たんで、